します。こんにちは、ジョージ石原です。今回は再びプラレール同士のぶつけ合いをして遊んでみました。使ったコースはこんな感じのただの直線コースです。そしてかっちゃんの大好きなスカイライナーとこちらのプラレール5台連続で走らせぶつけ合いをしてみました。果たして5台のプラレールを見事倒してくれるでしょうか。では行きます。ではやってみたいと思います。では、行きます。あ、来た。もうちょっと、電源入れとかないとダメだ。間に合わないですね。ちょっと待ってくださいね。いけー。はい、行きまーす。かずみさん、なかなかうまくいかず、悩んでいると急にかっちゃんがじゃじゃん、かみなっています。かっちゃんだけど、ようでじゃかっちゃんだけじゃあよ、このこれはちょっとここめちゃくちゃチョークはないでしょ。スカイライナーを紹介して遊んでいました。誰に似たんでしょうか。そしてどうやら原因はスカイライナーのスタートが早すぎると思ったジョージ石原。いやじゃあタイミングがあるんですわ。タイミングこの列車ができればここぐらいに来た時にスタートしてくれますか。撮影を手伝ってもらっているのに無理なんだよ言うジョージ石原。では行きます。そんなこんなで2人のタイミングが少しずつ合ってきていい感じになってくる。ではお待ちくださいよ。待ってください。はい、お願いします。これには息子も大喜び。はい、お願いします。この後何回かやってみましたが、タイミングさえ掴んでしまえば結構成功するようになりましたね。やばいよ。いや、はい、は早いって早いって、あー、いや、やったー。はい、は早いって早いって、あー、いや、やったー。それから後で気づいたのですが、スカイライナーのスピードをスロースピードにしてやればさらに簡単でしたね。いかがだったでしょうか。今回は息子のかっちゃんに遊んでもらってただはしゃいでいるジョージ石原でした。ありがとうございました。お願いします。待ってください。行ってください。やったー。